ストレート。空振り。ストライク。三球三振。決め球はストレート。バッターボックスに奈良原を迎えます。奈良原、本日3度目の対決です。アウトカウントは2アウト。空振り。投げました。バットが回った。ストライク。三球三振。奈良原、全く手が出ない。7回の表、ファイターズわずか3人で攻撃を終えました。ファイターズこのまま逃げ切れるか。日浦健、相当疲れているのか肩で息をしています。タイガースはこの回5番、大島大輔から。大輔、何度やっても結果は同じだ。お前には打たれんよ。そう何度も同じ手にはかからないぜ。投げた。外角。第2球。投げました。インコースいっぱい。ツーストライク、ノーボール。大きく振りかぶって投げた。ジャストミート、センター返し。ランナー二塁を狙う。ランナー二塁でストップ。見事なツーベースヒット。次のバッターは浜中。同点のランナーを返せるか。ここで星野監督動きました。赤星がピンチヒッターとして登場します。同点のランナーを返せるか。投げました。インコース。カウントはワンナッシング。投げました。打ち上げてしまいました。センターへ。アウト。三塁へ。ワンアウト。バッターボックスはアリアス。指名打者アリアス。ワンアウト、ランナー二塁。同点のランナーを返せるか。バットが回った。タイミングが合いません。投げました。空振り。バットが回った。スイングアウトの三振です。アリアス、これで2打席連続三振。次のバッターは矢野。ツーアウト、ランナー二塁。同点のランナーを返せるか。投げた。ストレート、ストライクワン。投げました。打った。一、二塁間、ランナー三塁を回った。アウト。シングルヒット。タイガース、同点のチャンスを生かせませんでした。藤村甲子園、もはや記録だけで投げているといった感があります。ファイターズ好打順です。この回1番金子から。
ここで星野監督動きました。吉野マウンドに立ちます。ファイターズ大打順です。この回1番金子から1番指名打者金子背番号1。打ち上げたセンター追いかけている。取りました。ワンアウト。次のバッターは青空晴れた。ワンアウトランナーなし。投げた。詰まった当たり。面白いところに飛んだ。セカンドへ。俊足のランナーが出ました。バッターボックスは土井垣。今日はまだヒットがありません。投げた。打った。ゲッツーコース。6、4、3。ダブルプレイ。タイガース。6、4、3のダブルプレイに取りました。たった1球で勝負が決まりました。ファイターズ、追加点のチャンスを生かせませんでした。日浦健、もはや気力だけで投げているといった感があります。タイガース、この回は4番、犬飼武蔵。まで回せるでしょうか。ここでヒルマン監督出てきました。あ、審判、ウォーミングアップは3球でええど、それ以上投げると疲れる。頼みます。岩田哲五郎、背番号たとえ相手が誰であろうと、一球入魂の球ならそう打たれるものではない。ヘボな配球やったらすぐに交代さすぞ。心しておけ。番号1。振りかぶって投げました。いい当たり。センター、バック。右中間、ランナー二塁を狙う。ランナー二塁でストップ。見事なツーベースヒット。次のバッターは今岡。ノーアウト、ランナー二塁。同点のランナーを返せるか。ボール。カウントはノーワン。投げました。内角高め。打った。ファーストゴロ。アウト。セーフ。これでワンアウト。バッターボックスは檜山。ワンアウト、ランナー三塁。同点のランナーを返せるか。よほ。低めに外れた。ボールワン。第二球。打ち返した。ライト、バック。片岡、悠々ホームイン。右中間、ランナー二塁を狙う。サノヤ、セーフ。右中間を深々と破るタイムリーヒット。試合は振り出しに戻りました。タイガース、さあここでバッターは金本。タイガース、チャンスが続きます。よほ。打った。センター返し。三塁ランナーホームイン。タイムリーヒット。タイガース勝ち越し。バッターボックスに
犬飼武蔵を迎えます。背番号はい、行くぜ。オンドルと岩田哲五郎の平成の名勝負じゃ。俺が犬飼だ。犬飼武蔵だ。投げました。低めに外れた。ランナーを警戒しているのか。一球外してきました。投げました。バットが回った。打たされた。レフトへ。ランナー二塁を回った。ランナー三塁を蹴った。これは際どい。セーフ。タイムリーヒット。この1点は大きい。次のバッターは大島大輔。オンドレごときにこの旧姓岩田哲五郎入魂の球が打てるかい。簡単に打ち取られる俺じゃない。打った。三遊間。ランナー二塁でストップ。本日3安打目。これで猛打賞獲得です。次のバッターは赤星。ワンアウトランナー1・2塁。第1球ボール。投げました。打った。ライトへ。ライトオーバー。ランナー3塁を回った。犬飼武蔵悠々ホームイン。セーフ。タイムリーツーベース。次のバッターはアリアス。指名打者アリアス。背番号。我慢できず交代です。私次第ってところね。なんとかしなきゃ。このぐらいなんじゃ。に変わりました。国立たまみ。気を引き締めていきましょう。さあ来い国立さん。背番号14。投げた。横の変化球。ワンストライク。詰まった。当たり。アウト。これでツーアウト。バッターボックスに矢野を迎えます。ツーアウト。ランナー二三塁。投げた。空振り。タイミングが合いません。投げました。内角高め。投げた。ストライク。三球三振。二者残塁です。タイガース逆転に成功しました。ファイターズこの回最初のバッターは小笠原道博。先ほどの打席はサード。ここで星野監督動きました。背番号2。
ここでマウンドに上がるのはウィリアムス、抑えのエースです。ファイターズこの回最初のバッターは小笠原道博。ファイターズ最後の攻撃となるか。第1球サードゴロ、ファーストへ、アウト。これでワンアウト。バッターボックスは岩田武史。投げた、入るか。打球は伸びる伸びる、レフトオーバー。ランナー二塁を狙う。ランナー二塁でストップ。本日3安打目、これで猛打賞獲得です。バッターボックスは田中幸雄。今日は3打数無安打と全く当たっておりません。ワンアウトランナー二塁。1球目ストライク。投げました、インコース。カウントはツーナッシング。ストライク、三球三振。最後は速い球で三振に取りました。今日はまだ快音が聞かれないエチェバリア。空振り。カウントはワンナッシング。投げました、空振り。3球目空振り、スイングアウトの三振です。試合終了。勝利投手は吉野ウィリアムス。最後の打者を抑え見事チームを勝利に導きました。負け投手は岩田哲五郎。5対2タイガース逆転勝利を収めました。本日はここ阪神甲子園球場より阪神タイガース対日本ハムファイターズの模様をお送りしました。